皆さんこんにちは。今回はスウェーデンの北の果てからノルウェーの国境を越え、フィヨルドを見に行く一泊二日の弾丸旅後半戦。目の前に広がる大自然と同じ北欧なのに全然違うノルウェーがいろいろすごすぎたので、ぜひ最後までご覧ください。改めまして、動画をいつもご覧いただきありがとうございます。前回は私たちが暮らす北スウェーデンからさらに北へ500キロ走った驚異の北緯68度、大自然が永遠と広がるアビスコ国立公園に到着したところまでお伝えしました。私が数年前初めて見た時にとっても感動した渓谷をまだお見せしていなかったので、まずはそちらを皆さんにお見せしたいと思います。この反対側見たいよね。見たい。夏初めの頃は雪が溶けてその水量がすごいので、音とその勢いにかなり圧倒されます。そして先住民族サーミの暮らしや伝統が描かれたこちらのトンネルの先を抜けると、すごい、うわ、見える。ここからさっき見えた渓谷につながっているんです。前回もお話ししたように、山の上から不純物が一切ないお水が流れてくるので、とにかく水が透き通っていてとっても綺麗なんです。そしてブライアンがどうしても水が飲みたそうなので、最後に川の近くまで行ってみんなで水分補給をすることにしました。ということで、ここから2日目がスタート。ちなみにこれは私たちが泊まったコテージからの景色。お天気にも恵まれ、最高の旅行日和になりそうです。お腹すいた？お腹すいた？お腹すいた。今何時ですか？7時。本当？7時5分。あー、すごい。さあ行きましょう。朝ごはんです。ちなみにここは普通のホテルではなく、400キロ以上続くクングスレーデンというハイキングトレイルを管理するスウェーデン観光協会がやっている山小屋なんです。この建物には電気や電波、お店やレストランも備わっていますが、ここから半日も歩くと電波や電気など人間の文明が何もないただの大自然になるので、出発前に朝ごはんを食べて力をつけている人もいるのかもしれないなぁなんて思いながら、朝食の会場に到着です。朝ごはんのレストランがすごい。あ、ビュッフェだ。バターすごい。私たちも2年前に1週間のハイキングを試してみたんですが、1週間分の食べ物を自分たちで持っていくってかなり大変で、ちゃんとしたものが食べられず力が出なかったのを覚えています。コース全体は400キロ以上あるんですが、私たちはこの北の出発点から南に100キロ歩いたので、また機会があれば残り300キロを歩きたいなと思っています。そうそう、ちなみに朝ごはんは別料金で1人160クローナ、日本円で2080円でした。3人で6000円以上になるのでケチろうかなとも思ったんですが、この辺りはお店も限られているので、温かいものをこうやってお腹いっぱい食べれるのはすごくありがたいことなので、この2080円は本当に使ってよかったなと思うお金でした。コーヒーとお茶、お水、そしてジュースもあります。まず私は何飲もうかな。アップルジュース。このパンは日本にはあまりないタイプかもしれないんですが、外はカリカリで中がふわふわでめちゃくちゃ美味しかったです。バター、ピクルスに汁がありました。野菜はこれだけです。そして
レバーパテにチーズ、ゆで卵も美味しかったです。他にもこういったヨーグルトやドライフルーツにシリアル、オーツ麦のパフなどもあったので、ヘルシー志向の方も食べやすいかなと思います。あとはルバーブとベリー系3種類のジャムもあったんですが、これがめちゃくちゃ美味しかったです。全然日本ほどなかったね、種類やっぱり。あ、そうじゃん、こっちのサンドイッチでキュウリ挟んだ、チーズにキュウリ。この日はこれから長い一日が始まるということで、たくさん美味しいご飯を食べてコテージの方に戻りたいと思います。朝ごはんからコテージに戻るとお掃除タイムがスタート。山小屋に泊まるときはシーツやベッドカバー、枕カバーなどは自分で持ってこなきゃいけないというルールで、このお部屋を出る前に掃除機やモップで水拭きをしたりと、かなり徹底的に掃除をする必要があります。来た時はこんな感じで STF のマークが書いてあるリネンみたいなのが使われていました。で、この上から私たちが使うそのリネンをかけていきます。ベッドを作り直したら、自分たちが使ったこれをカバンに入れて帰りたいと思います。それではこれからまたノルウェーの旅に出たいと思います。もうね、水拭きとか掃除機とかかけてめちゃくちゃいい感じです。このコテージのルームツアーと泊まった一泊のお値段は別の動画にしているので、よかったらそちらもご覧ください。出発です。これからノルウェーへ向かうんですが、国境まで一本道ということで、ナビに沿ってドライブをしていきたいと思います。ちなみに今の気温は13度。晴れてはいるんですが、夏とは思えない寒さで、私は長袖を着ています。あ、冷えた。 It's like 5 degrees or something, I think. Maybe 10. ドライブをしているとこんな感じでたくさんのキャンピングカーが止まっていて、みんな夏休みを満喫しててすごくいいなと思います。なんかマジ綺麗。さすがに水が冷たすぎて、ブライアンもジェマも今回は水遊びできなかったんですが、でも綺麗な川を見ているだけでめちゃくちゃ癒されました。すごい、電車用のトンネルがあって、夏の終わりで雪が溶けていてもおかしくないのに、まだ雪が残っている山もたくさんあって、すごいところだねと話をしていると、急に出てきた家たち。See all the house cars. All the white stuff is house cars. え？あの白いやつはさ、キャンピングカー違うよね。Maybe not. わかんない。後で調べてみると、ここもハイキングトレイルとつながっている場所ということで、サマーハウスだったりコテージも借りることができるみたいです。車で走ること30分弱。ここはその名もリックスグランセン、スウェーデン語で国境という名前の村で、ここにはスウェーデンで最北のイーカが存在しました。ここは冬になるとウィンタースポーツをするためにたくさんの人が訪れる場所らしいんですが、年間を通してここに住んでいる村人は50人ほどしかいないみたいなんです。たくさんのキャンピングカーとすれ違う中、私たちもここでお買い物をしていきたいと思います。めちゃくちゃ広いです。めちゃくちゃ広くてびっくりしてます。お、パンもある。フレッシュなパンもあるし、こういう硬い系のパンもあるし。ちなみに同じ北欧といえども、ノルウェーとスウェーデンの物価の差は歴然です。昔からスウェーデンからノルウェーへ出稼ぎへ行く人が少なくないんですが、私の知り合いの知り合いでスウェーデンからノルウェーへ転職した人がいるんですが、
全く同じ内容の仕事でもお給料は3倍ノルウェーの方が高いそうなんです。そしてヨハンにもノルウェーとスウェーデンの物価ってどれぐらい違うと思うって聞いたら、感覚的にはノルウェーの方が3倍高いというふうに言っていました。冷たいビールも売ってます。珍しい、初めて見たかも。そういったお給料や物価の違いもあって、ノルウェーの人はスウェーデンの国境までよく運転をしてショッピングをしたりバケーションを過ごすということをしています。なのでこのお店も私にとっては普通のイカなんですが、ノルウェーの人にとっては激安スーパーなのかもしれないなぁなんて思いました。普段は買い物をするときはスキャナーを使うことが多いんですが、今回はレジを通してこのベルトコンベヤーみたいなやつで会計をしてもらいました。ブライアン元気？ジェマどこ？あ、ジェマいた。それではノルウェーの方向に走っていきます。目の前に標識があるんですが、私たちが目指すナルビクまでなんとたったの47キロ。これだと余裕で1時間以内に街に着くじゃんと思っていると、あっという間に国境行きますよ。おお、ノルウェー。 Yeah, this is it's literally Rikskassa. Let's see, we have to check where we're going. さっきのスーパーから走ること1分、目の前に国境が見えてきました。まっすぐはそのまま行く人で、右の人は関税とかいろいろ申告する人。 That's off, right? うん、てか誰も働いてなくない？関税で、yeah. はい、そこがノルウェー入るよ。行きますよ。 5、4、3、2、1、 ノルウェー。自分たちでもどこが国境かわからないぐらい、めちゃくちゃすんなりと国境を抜けることができました。そして皆さん、早速何か違いに気づきますか？ EU 圏内にお住まいの方だったら感覚的にわかると思うんですが、ノルウェーは EU 圏外なので道路や標識の感じが全く違うんです。今すごいな、マジで。日本でも違う。本当だ。石の、あ、人がだ。ご飯食べる。あ、多分そこだ、次の目的地。ここですね。あの、歴史的な場所のサインが書いてあった。ブライアンとジェマにも足を伸ばしてもらうため、車から降りて少し歩きたいと思います。ナルヴィークでフィヨルドを見に行きたいという今回の目的の前に、スウェーデンからノルウェーの国境を越えてすぐのところに見えたモニュメントがあったので、一旦車から降りることに。さっきまで上り坂だったので、もしかしたらここが一番標高が高いのかなーなんて思いながら周りを見渡すと、広大なんだけど木々が生えることができなくて岩がゴロゴロしている感じがとっても不思議だなと思いました。ここは地形がオープンで風が吹き抜けやすいからか、この日は風が強すぎてヨハンの説明も自分の声も全く聞こえなかったんですが、この場所は第二次世界大戦中の1940年にナルヴィークの戦いが行われた跡地。このモニュメント以外にもナルヴィーク全体にはそういった歴史的な跡地があり、戦争博物館で歴史を学ぶこともできるみたいです。よいしょ。汽笛を鳴らしながらやってきたのは、前の日にも見たあの永遠に続く列車。スウェーデンのキルナという鉄鉱石が取れる町から、ノルウェーのナルヴィークの港まで国境を越えてつながるこの線路、
夏はルレオから世界中へ輸出ができるので問題ないんですが、冬になるとバルト海は大きな氷に覆われてしまうので、そこでとっても重要な役割を果たすのがナルビクにある不凍港なんです。というのもノルウェーのそばには暖流が流れていて、ナルビクは位置的に言うと北緯68度、北極に近い場所にあるにもかかわらず冬になっても凍らないというとっても大切な貿易港なんです。電車を眺めること約1分、なかなか終わりが見えない列車でしたが、最後の車両が見えた時はちょっとだけ安心しました。このチャプターでは地理と歴史のお話になったんですが、この後はブライアンとジェマとゆっくりお散歩をして、このままナルヴィークに向かっていきたいと思います。外を眺めていると川の反対側に家が建っていたりするので、どうやって向こう側まで行くんだろうとか、岩の上に家を建てるって難しいのかななんて思いながらドライブを楽しみます。そして私たちがびっくりしたのがこの風景。地震が多い日本では絶対こんな風に岩を放置していないよなと思いつつ、もう一つ個人的にびっくりしたのが、しかもこんな細い道でここ80キロ出せるそうです。80キロ出して走ってる人もいるんですが、私たちは先が見えないので65キロとか70キロとかで走ってます。同じ北欧なんだけど、ここまで来ると見える世界が全然違ってすごく面白いなと思います。めっちゃ降りてきたね。そうなんです。国境からずっと下り道が続いていて、あっという間に山を駆け下りると見えてきたのはこの景色。そしてお次は、大丈夫？私はこの山の感じとかこの橋の感じもすごく日本っぽいなと思うんですが、皆さんどう思いますか？ちなみにヨハンは高所恐怖症なので、こういった大きな橋をドライブすることはめちゃくちゃ怖いみたいです。めちゃくちゃ大きい橋。この橋もめちゃくちゃかっこよかったんですが、ちょうど橋を渡り切ったあたりからようやく街が見えてきました。急に山の反対側に街がありました。ナルビークに住んでいる人は2万人弱ということで、街としてはすごくコンパクトシティで、あっという間に街の中心地に到着です。そして見えてきたのがこちらのホテル。実は今から4年ぐらい前にブライアンとこのホテルに泊まったことがあって、私たちにとっては思い出のホテルなんです。スウェーデンはノルウェーや日本と比べるとかなり平らな地形が多いので、山の斜面に家が建っている感じがなんかグッときちゃいました。あともう一つテンションが上がったのがこちらです。日本に暮らしていた時はトンネルなんて全然珍しくなかったけど、スウェーデンではこんなに長いトンネルはないので、トンネルを通るだけでテンションが上がってしまいます。そしてトンネルを抜けたこの先は私たちの目的地フィヨルドにどんどん近づいていきますよ。世界最大のフィヨルドと呼ばれているソグネフィヨルドは南ノルウェーにあるんですが、ここ北ノルウェーにも入り江が多いので、少しドライブするだけでフィヨルドが見えてきました。そもそもフィヨルドというのは1万年以上前に氷河によって削られた U 字型の深い谷で、氷が溶けて海面が上がった時にそのまま谷が海に沈んで、断崖絶壁のこの絶景フィヨルドができるみたいです。入り江の奥に行きたいなぁと車を走らせているんですが、水面に映るこの景色が最高すぎませんか？有名なフィヨルドの中にはその頂上までハイキングコースがあったり、ノルウェーには世界遺産にもなっているフィヨルドがあるみたいなので、いつかそこにも遊びに行ってみたいなと思います。ということで、私たちがこの日見たかった絶景をドローンで撮影したので、そちらをお見せしたいと思います。この壮大な地形そのものをドローンで上手に撮るのは難しかったんですが、でもこの大自然に広がるフィヨルドの感じ、とっても綺麗じゃないですか？この日はお天気にも恵まれ、
鏡のように水面に映るこの絶景を見ることができて本当にラッキーでした。ノルウェーに遊びに来る機会ってなかなかないので、せっかくだからノルウェーのスーパーにお邪魔して物価や売ってあるものなどを比較するスーパー動画を作りたいなと思っていたんですが、 Google マップを開いてみるとどのスーパーも閉まっていることが判明。スウェーデンだと日曜日でもスーパーってやってるところが多いので、短縮営業とかではなく全くお店がやっていないというのは結構驚きました。そんなこんなでスーパーには行けなかったんですが、ガソリンスタンドの売店は開いていたので、そこでいろいろ買うことができて一安心。スウェーデンとノルウェーって同じ北欧だけど似てるとこと似てないとこいろいろあるみたいなので、いつかその動画も作れたらいいなというふうに思っています。そして次に私たちがやってきたのはナルヴィークにあるとっても古い教会。改めてスマホでノルウェーのことを調べてみると、日曜日に開いていないのはスーパーだけではなく、レストランやモール、すべてのお店が開いていないということで、その徹底ぶりがすごいなぁと感心してしまいました。とは言っても私たちはこの後550キロ走ってお家に帰らなきゃいけないので、せっかくのナルヴィーク観光ですが、今回はフィヨルドとこの教会だけで終了したいと思います。愛犬2匹を連れて初めての海外旅行ということで、1泊2日の弾丸旅だったんですが、皆さんも一緒に旅行した気分で楽しんでいただけましたでしょうか。私はこれから日本に4週間帰国をするので、その久々の帰国についても動画たくさん撮りたいなと思っています。このチャンネルの北欧暮らしというテーマからは離れてしまうんですが、2年半ぶりに日本に帰れることすごく楽しみにしていて、パッキングや飛行機の旅など今作るかどうか迷っているところもあるので、皆さんの中で見たいと思ってくださる方がいたら、ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。動画を見てくださる皆さんのおかげで毎週楽しく動画が作れています。よかったらこれからも応援よろしくお願いします。おかえり、お疲れ様でした。お疲れ様、本当にみんなお疲れ。だや10時半です。ベスティスメンバーに入ってくださった B さん、グリグラさん、ミキさん、新しくメンバーに入ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。